よし、分かった。 秋山、あ、秋山さんね、少し前に変な事件。そうか、この辺りで、え、随分、ま、理由はいる。そう、遥ちゃんと。そうか、でも何か分かった。あと、ママ、いつもすまないな。それじゃ。
そこのおっさん、お小遣いもらえないっすかね。しつけがなってねえな。早く財布置いてけや。Mm-hmm.